2023年のダンクコンテスト、別名マック・マクラングの独壇場、異次元のダンクを4つ、しかもノーミスで行った彼は一気にその日の観客の心をかっさらいました。しかしながらその陰に隠れてしまった多くのダンクの中に一つ奇妙なものがありました。それがこのケニオン・マーティン・ジュニアのダンク。ダンクそのものはまあそこそこ見るものですが、ただ一点不思議な点がありました。このボール何？こちらのボール、実はダンクの前に KJ マーティンによる茶番、パフォーマンスがあったのですが、それが世界への初披露でした。この時の私たちは知る由もありませんでした。このボールが常識を覆す次世代のバスケットボールだったということを。皆さんこんにちは、こんばんは、ニコラスタケシです。今回はヤバすぎる次世代ボールについて語っていきたいと思います。そもそもこのボールは一体何なのか。この KMJ のダンクが初披露だったのですが、その少し後に NBA の公式ボールを製造しているウィルソン社からの情報の提供もありました。こちらのボールは大手ボールメーカーのウィルソンが 3D プリント技術などを取り扱っているエレクトロオプティカルシステムズ、通称 EOS 社と組んで製作をした次世代のバスケットボール用のボールである 3D エアレスプロトタイプバスケットボールです。特徴は何といっても見ればわかるそのデザインでしょう。表面に開いた無数の穴を見ればわかる通り、このボールは中に空気を閉じ込めているわけではありません。そんなのでボール跳ねるのかと思った方は多いと思います。これがですね、跳ねるんです。完璧に設計されたこのボールは中にある空気の力を借りずとも通常のボールと同じぐらい跳ねるのです。そのためボールのパンクや開いた穴による破損の心配はありませんし、さらに楽なのがいちいち空気を入れる必要がないという部分でしょう。ただ通常のボールと同じなのはバウンド力だけではありません。サイズや重さも全く一緒なのです。そのため実質的には従来のボールの役割を空気を閉じ込めずにやっているのです。まず見た目が違うだけで全く同じことができるというわけです。さてそんなエアレスボールなのですが、どのような方法で製造されているのでしょうか。このプロジェクトのリーダーであるウィルソンのナディーン・リッパさんのインタビューによると、このボールはとんでもない技術を用いて作られているとのことです。まず指している方は多いと思うのですが、こちらのボールは 3D プリント技術で製造されています。ただしだからといって設計図とプリンターさえあれば誰でも家で作れるというわけではありません。まずファバーロ .com の記事によると、材質そのものはウィルソンからは公表されていません。だからもうこの段階でおそらく普通のものではないということがわかりますが、もう一つ、このボールを作るために使われている技術は普通の 3D プリントではなく、セレクティブレーザーシンタリング、通称 SLS 製法というものが使われており、コスト的にも技術的にも一般人が家でできる代物ではありません。これ調べたんですけど、DDDJAPAN.com によると、この製法は粉末を赤外線レーザーで焼結するというものらしく、まあ、これ技術チャンネルじゃなくてバスケチャンネルなので長い説明は割愛させていただきますが、要はめっちゃすごい技術らしいです。あとこの製造方法の動画で粉の中からボールを取り出すシーンがあるんですけど、これめっちゃテンション上がるんですけど、僕だけですかね。なんかこの伝説のボールを取り出す感じがしてて、なんか僕個人的には結構好きなんだけど、それ置いといて。そして製造されたボールはその後数え切れないほどのテスティングを繰り返してプロトタイプの製造に至ったとのことです。さてこのボール、特徴や製造を理解した上でどういった利点や問題点があるのでしょうか。まあ、まだこの段階ではねそんなに言えないんですけども、利点の方としてはもちろん先ほどから説明している通り、中の空気圧やパンクなどを全く気にしなくていいというものがあります。とりあえずこのボール一つとゴールさえあれば絶対にバスケができるというのが最大の利点でしょう。まあ、これがおそらく革命的に便利な点だとは思うのですが、逆にマイナスな側面としてよく言われているのは、外で使った場合小石などが入った時に面倒くさそうというものがあります。空気を入れなくていいとかどこでもできるとかを考えると、意外と外用に持っていきたいボールだからこそ、確かにこの小石とかが入った時はダリーなっていう気持ちがわかります。でそれ以外の懸念点は実際に使ってみないとわからない部分が多いですね。例えば無数の穴がシュートタッチとかグリップに与える影響、もしかしたらなんか変に手がはまるせいで打てなくなるかもしれないし、逆にはまりやすくなって打ちやすくなるかもしれない。あと実際のボールの強度、どれぐらいドリブルしたら破損するのかとか、そして個人的に一番気になっている点が空気抵抗の違い。
回、もし空気抵抗が大きく変わる場合、もしかしたら従来のシュートじゃダメになる可能性だってあるわけです。逆にもしかしたらこれは外で使った時に風に影響されづらくなるというメリットになる可能性だってあります。まあ普通に今までのボールと何も変わらない可能性だってあります。こればっかりは使ってみるまでは分かりません。それとドリブルの音も聞く人によると思います。まずとりあえず一回聞いてみてください。やっぱり従来のボールの跳ねる音の方が僕らに染みついてますし、バスケしてるなっていう気持ちになりますし、どうしてもこのカッカみたいな音は違和感が残ります。しかし僕思ったんですけど、この音もしかしたら大きなメリットになるんじゃないかなと。なぜそう思ったか、これ音響かなくね？つまりですよ、もしかしたら家の外でドリブル練習をしやすくなるかもしれないわけです。今までだったら従来のボールのドリブルの大きなバウンバウンという音のせいで近所迷惑になっていたかもしれないところを、このボールならもしかしたら問題なく練習をすることができるようになるかもしれません。これ土地が広くて隣の家が遠いアメリカとかだとあんま関係ないんですけど、土地が狭く家同士が近い日本にとっては大きなメリットになるかもしれません。だってこれをすればゴールがなくてシュートが打てなくてもドリブルとかでスキルアップを目指せますし、まあ、特にこれは学生の方にとって大きなメリットになると思うんですけど、単純にバスケのレベルが上がる可能性だってあります。まあ何はともあれ、使用してみるまでは実際にどうなのかわからないので発売を楽しみに待ちましょう。さてその発売についてなのですが、このボールはいつ発売されるのでしょうか。結論から言いますと、わかりません。現在プロトタイプ段階ですし、完成品ですらないと思います。なのでいつ販売とかそういうのは全然わかりません。はい。そしてお値段の方なのですが、こちらも基本的にはわかりません。僕全然知らん。記事探してもありませんでした。ただ SNS 上で出回っている情報によると、製造コストなども考慮した時にこのボールは2万円から3万円ぐらいで売られるのではないかと予想されています。たっけーって思った方も多いとは思いますが、ウィルソンの本革公式 NBA ボールが日本だと3万円なのを考えると、もしかしたらまあ安いかどうかは置いといて妥当な金額なのかもしれません。まあ、いずれにせよこの段階で世間に情報が公開されたのは決して完成と販売が近いからではないと思います。小石の件とかもろそうですけど、ウィルソンもこのボールの問題点とかは理解してると思います。だからあえて今世間に公表することで反応を伺っていたのではないかなと。実際不安の声は出つつも、世間はこのボールに対していい反応を示しましたし、今後も改善が進められていずれは販売がされるんじゃないかなと思います。一応その将来的にこれが NBA の公式ボールになる可能性があるかという話なんですけども、とりあえずインタビューでは今のところないと答えられています。しかし時代というのは移り変わるものですし、ネイスミス博士が作った最初のバスケットボールだって今のと比べたら全然違うわけです。なのでいずれもしかしたらこれが常識になるかもしれません。このエアレスボールというのが公式試合で最もよく使われるボールになって、バスケットボールといえばあのボールと思われていた革8枚で作られたボールは過去のものになるのかもしれません。まあどうなるか分かりませんが、とりあえず販売が楽しみです。さてここまでこのやべえボールについて解説をしましたが、僕個人がこのボールについてどう思ってるのか、はい、めちゃめちゃ使ってみたいです。もちろん懸念点はたくさんありますが、そのための実験の数々だと思いますし、特に心配とかは全くありません。もちろん2万円3万円は決して安くはありませんが、最先端の技術でバスケができるというのはなかなかどうして興味を持ってしまいます。男なんてどんな年齢でもかっけえものとすげえものが好きなので、もし発売されたら、まあその時の環境とかにもよりますが、僕は多分買っちゃってると思います。皆様はこのボールもし販売されたら買いますか？ぜひコメント欄で教えてください。いかがだったでしょうか。今回は新たに出てきたバスケットボール、次世代のバスケットボールについて解説をしました。もしこの動画が面白いと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録してください。 NBA とかバスケの話題めっちゃ上げてます。でなんで急にこのプレーオフの真っ只中でこの動画を作ってるのかと、各ドラフト指名順位の歴代最高選手はどこに行ったんだと思ってる方は多いと思います。あのメインチャンネルにとりあえず何か上げときたかったんだよね。リクトさんとのコラボ企画覗いたらもう2ヶ月以上何も投稿してないし、とりあえず1本メインチャンネルに動画を上げておきたかったです。基本的にプレーオフのシーズンというのはまあラジオ動画の方が活発になるので、もしラジオ動画に登録してないけどこのメインチャンネルは登録してるよという人の中で、いや普段ニコラスタケシってなんで動画頻度少ないのと思っている方がいたら、ぜひラジオチャンネルも遊びに来てください。1週間に3本ぐらいは動画上げてるんで、ぜひチェックしてみてください。全部概要欄にあります。まあ、あとツイッターとかいろいろあるんで概要欄チェック。皆さん今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございます。それでは See you next time.